面の前の皆様、こんにちはでござります。ベルクラ殿でござりまずる。やってきました、この霧深い恐ろしい妖怪殺人鬼がバックする江戸の郊外、やってまいりましたでござりまする、拙者一国の主でございますが、この城から離れ、民が生活するの、この一般家庭のところの一般の人のところらへんでこの平和を守る、こっそり平和を守る、まるで遠山の金さんみたいな必殺仕事人みたいな、隠れた英雄、こちらを演じていけたらなと思っとるわけでございまする。いや、最近またとんでもない感染拡大、あれ来たよね、あれ、死人がこの復活するという巷で流行ってるらしい。あの2体の死人がその町をバッコしているんだが、ハゲ教師になるものが、ハゲ教師になるものが、それを操作しているということらしいでござる。ただ今回そいつが来るかは分かりませぬ、しかも見てくだされ、江戸5周年でござる。江戸がなんと5周年。おなら天国に来たでござる。5周年でござるぞ。この5周年お祭りが今開催されてるでござるな。赤髪の少女や紫髪の少女。透明人間。透明人間との鬼ごっこ拙者得意でござるから、任せてほしいでござる。ここにあらゆる癖、あらゆる恋、消えた。いえちょっと待って、霊障一撃で死ぬぞ。今回の技は真っ向勝負、陽動腐るな。しかもなんで真っ向勝負持ってきたんでござろうか。そして欺き、地雷爆破でございます。早速民に犠牲者が出ておるでござるな。この霊障というもの、ドクロのシャレ神戸を壊すことによって、その偽のドクロのシャレ神戸をね、壊すことによって一撃死の状態になってしまう。一撃卒倒のね、なんだろう、キラキラした、あれが5周年の要請。そして5周年、おそらく向こうにいるでござろう、民が。拙者が遠いんでござるよね、あそこ。あれ、これもしや拙者行った方がいいでござる。いや、さっき向こう側もいたでござるよね。なぜでござる。ちょっと罠を設置、これがの新しい忍術、地雷爆破。ちょっと間に合うでござる、これ。拙者今回全力疾走じゃないでござるよ。ちょっと遠いでござる。上に、張ってるでござる。来る必要なかったかもしれんでござる、これは。透明人間。見えなくても心理戦を仕掛けるでござるぞ。拙者見えない相手にも簡単に心理戦を仕掛けられるでござる。すぐ戻ったでござるね。この殺人鬼の癖読んだ、殺人鬼の戦法を読んだでござる。基本的にの、一度人間を釣ってその場からあまり離れない殺人鬼というのがおるんだけど、そういうやつらのために拙者の立ち回りを洗練してきておるでござるから、任せてほしいでござるよ。今回完璧でござるな。外来語が出てこない、死んでもうた。あれを肉壁するのも大変なんでござるよね。さあ、焼肉と香辛料でこっちに飛んでくるかもしれぬが、
地雷爆破を食らってほしいなという感もあるでござる。陽動腐るぞ。欺きもなんか使ってる場合じゃない気がするでござるね。よっしゃ、これもうつけ切る。5周年稼がせていただくでござる。気づいたでござるね。おそらくでござるが、あの民が釣られた場合助けに行かない方がいいでござる。おそらく貼られる羽目になるでござるよ。一度この戦法で味を占めた殺人鬼、なかなかそこから抜け出すことができるでござる。なので拙者ここをガン回しさせていただく。あの透明妖怪、透明人間、なかなかね、慣れてないとこれ運動会するの大変なんでござる。運動会、鬼ごっこするの大変なんだけど、なんで運動会で いたんだでござろうね。いやー、ここは7セッチやめておくでござるか。普通につけてでござる。もうあそこは行かず、もうがっちり、ここ張り付くでござる。まあ来ないだ思いますね、これは。来ないでござろう、おそらく。もう手挙げてるござるね。うん、あれは近くにいるということでござるか。一回だけちょっと確認。いいでござるな、ラスト1だ。最後の1台でござる。どうじゃ、いけるか。いけるか。あ、普通に張ってるでござる。普通に張ってるでござる。これは、一人一人やる目的でござるね。あららら、あ、助けてござる。もうここ集中するでござる。急げ急げ。もう残り1台なんで、ガン回しするでござるぞ。急げ急げ。今設置。どうでござろうか、これ。回復した方がいいタイミングでござるね。動くんでないでござるぞ。今。繊細な手術をしているでござる。待ってよ、待ってよ、ござろう。待て待て。来てる来てる。いや、間に合う間に合う。動くんじゃないでござるぞ。動いていった。いや、あれはやられる。拙者が肉壁になると、信じてほしかった。私、拙者が肉壁になれば、鬼ごっこ得意な拙者がキャッツを引っ張ることができるでござるからな。リカ その間ためといてほしい。こやつのかわし方はこうじゃ。心理戦いくでござる。この程度ドン。まだ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 。そうじゃて、せことじゃ。何やるじゃねえの。やるじゃねえか。間に合う。そのまま越えてくるか。拙者もう一回行かせてもらうぞっと。透明になることによっての早くはなるが、解除するまで攻撃ができるのでござるから、今度はそう来るか。いいでござろ。そこでござるね。そのまま来るか。透明になったでござるね。よし、助けられる。いけい。あのもがいてる人、もがいてる人、肉フック、肉ずり機につられてる民を救うことができんかったでござる。拙者意地を見せる。先回りされてる。ここからも生き延びてみせるでござる。それが拙者の力でござろう。力でござろう。そうはい、行くぞい。間に合うか。間に合う。
間に合わぬー。いやー、しかし拙者まだ諦めるには早い。一つも技が刺さってない。キャッツが持った瞬間じゃ。よっ、隠れず。そういうことじゃて。しかも非常口さっきのとこにあった。これあの子が死ぬまでここチェイス持つか。え、ちょ、早く死んで。早く死んでっていうのもあれじゃん。いや、民を生きてくれ。拙者持つ。拙者ありがとう民よ。拙者のために自己犠牲じゃ。今度は窓に入らぬ。そのまままっすぐ行く。非常口頼む。はよはよ。そういうことだ。神回すぎるじゃろ。これ神回すぎるじゃろ。これで1ももらえんのかい。1ももらえんのかい。もう一応おい、そんなこんなで、なんととんでもない神がを出してしまったでござる。追い込まれても諦めることない。一つも技が刺さってないでござるけども、こういうこともあるんでござるよね。それではよかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたす。それでは皆さんの良き遊び生活を祈ってるでござりまする。ベルクラ殿でござりました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。